名古屋市図書館名古屋市中村図書館名古屋市中村図書館は名古屋市中村区中村町座茶の木25番地の中村公園敷地内にある中村公園文化プラザに入居する名古屋市図書館の文館である2016年度の蔵書数は97,063冊貸出数は471,187冊である図書9万7 6 3冊 新聞を30紙、雑誌を247紙、市長各資料を1846点所蔵している。旧中村図書館1965年7月15日、稲葉地町の稲葉地公園内に所在した、名古屋市水道局所有の旧稲葉地排水棟を改造の上、名古屋市中村図書館として開館した。この稲橋排水棟は、 昭和5年の水道施設第4期拡張工事により整備されたもので名古屋駅の改築や区画整理事業の進展により水圧不足が生じることがあったため水圧が上昇する夜間のうちに等に給水し需要の発生する昼間にそれを排水する仕組みを取った建物の特徴でもある十六本の柱は当初計画していた水槽の容量を需要の急増に対応して 急遽7倍近く増やしたことによる補強のたた。めであったこの排水塔の機能は隣接する海部郡大春町の大地上水場管制により不要となり休止していたのであった。しばらく放置状態だった旧排水塔を再利用することになった経緯を中村図書館自身は不明であるとしている。1968年2月5日には4回。 常設展示場に民具、民族資料室が開設された。これは明治期から昭和初期にかけて実際に使用されていた農具や日常用品などを保存しておくもので、1988年の図書館閉館まで置かれたが、その後名古屋市博物館や名古屋市農業文化園に一部が移管された。円筒系の図書館としては不向きな建物を 図書館として使用する工夫が開館以来重ねられて、きたが障害者に対する対応や老朽化への対応を迫られ、改築を行うこととなった。稲葉町公園の近くにある中村公園内の中村公園会館の廃止により、その敷地を確保することとなり、同時に豊吉二貢検証館の再整備を含めた文化拠点として整備される方針が固まった。 1991年5月31日に中村公園内に新設された中村公園文化プラザに入居する形で新築移転を果たした。この整備に伴い新たに秀吉清正コーナーを設け古書購入を積極的に実施することで約1000冊の関連図書の収集に成功している。中村公園駅の返却ポスト2017年11月1日には 名古屋市へ地下鉄東山線、中村公園駅構内に返却ポストを設置している。地下鉄駅構内に返却ポストを設置するのは、名古屋市図書館としては、初の試みである。図書館の入館や利用は誰でも可能であるが、考え貸し出しには利用者登録が必要で、愛知県在住、在勤、在学者のみが可能となっている。図書が、最大14日で6冊まで、 それとは別に紙芝居が3組、カセットテープ CDDVD が3点、紙芝居舞台1台の考え体質が可能である。また、返却は紙芝居の舞台以外であれば貸し出し館に限らず、名古屋市図書館各館において行うことができる。ただし、貸し出し点数に関しては、名古屋市図書館全館で共通して計算する。ありがとうございます。